ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。ということで今日も質問に答えていただきたいと思います。住宅営業の未来についてどうお考えですか？市場は縮小傾向にあり、生産性の低下、人員削減が続いています。大企業ですが、経営幹部は低レベルで思考停止しています。独立系 FP へ転職も考えています、という質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思います。はい、ということで本日のゲストはですね、スペースマッチングサービススペーシー代表の内田圭介さんです。はい、よろしくお願いします。飲食店っていうかカフェで打ち合わせしてた需要を本当に取り込むような戦略って何かやられてるんですか？まあ、今のところは、まあ、需要が一番多い場所に作っていったっていうところですかね。その取り込む戦略はまだできてないですけど、その新宿渋谷とか、まあ、ターミナル駅が、まあ、会議って2人以上が集まるじゃないですか、そうするとその乗降者数が一番多い駅が一番、まあ、会議というか、まあ、打ち合わせするのが多いんですよね、でそこら辺に、まあ、ドミナント戦略的にこう多く置いたっていう。管理人さんとかいるんですか？場所によって様々ですね。その、無人で運営されていらっしゃる方もいらっしゃいますし、まあ、普通の会社さんで、まあ、まあ、空いてる会議室をそのまま掲載されている方もいらっしゃるんで。うーん、すげー、でもいいね、うん、悪くないよね。いい、うん、ありがとうございます。まあ、我々のちょっと違うところでいくと、空いてる在庫だけが出てくるっていうところがちょっと違うところですかね。その言ってみたら、そのまあ楽天トラベルとかじゃらんとかがない時代ってめっちゃめんどくさいじゃないですか。そのホテルをこう空いてる日が分かんないってなるというと大変だと思うんですけど、我々のサイトだとその明日の15時から18時半までっていうのを出したら、そこだけ、そこの空いてる在庫だけがバッと出てくるんで、そこらがまあ便利っていうのがありつつ、まあ、そこに安い会議室を入れたら高回転で回ったっていう。で高回転で回るから、うん、なんですかね、俺のイタリアン的な感じで、その安くても回転率が高いんで儲かるみたいな、そんな感じが で成り立つようになってきたっていうところですかね。いいですね。はい、ということで、はい、じゃあ質問答えいきましょうか。はい、私はこう答えました。はい、シェア時代が来ると思うので急速にシュリンクしていくと思いますね。うん、はい、今まだほら住宅のシェアリングみたいなのってまだまだこうね、そんなにメジャーじゃないけど、やっぱりちょっとずつそのシェアハウスとか昔に比べると全然シェアしやすくなってますよね。あのシェアされると多分必要なものが少なくなっていくはずなんですよね。そうですね、ものっていうかその必要な場所が、ああ場所ね、例えばさ、まあ、その貸し会議室の話で言ったら、都心にある自分家も別にスペーシーに貸したっていうわけじゃない、はい、まあ、なんか他人が家に入ってくるの嫌だっていう人もいるかもしれないけど、そういうの気にならない人もどんどん増えてくると思うから、そういうふうにもうなるだろうし、まあつまりだから自動運転車とかでもそうなんだけど、カーシェアリングとかでもそうなんだけど、その個人に所有してたら稼働率がものすごく低いわけですよ。例えば自動車の稼働率も 10% ぐらいしかないわけですよ、常に同時に動いてるのは。だから住宅も同じで、その使われてる部屋ってそんなに多くないですよね、多分ね、何十パーセントとかしか使われてないわけだから、はい、それがこう必要、空き部屋は Airbnb でみたいな話になったら、多分不動産というか住宅は必要なくなりますよね。ということで、じゃあそんな感じです。はい、じゃあカメラに向かって告知お願いします。貸し会議室シェアサービスのスペーシーというのをやっております。1時間500円1000円で貸し会議室を借りれたりしますので、もしよかったら、見てください。よろしくお願いします。はい、ぜひね、カフェで会議してる方便利なので、スペーシーさん使ってみてください。ということで、この番組が面白いと思ったらチャンネル登録お願いします。そして堀江さんの意見が参考になったか、なんかこうアンケートを取ってます。ぜひ皆さん答えてみてください。そして8月6日に大阪で、8月20日に東京で寺田由紀ワンマンライブやります。今年は東京大阪どっちも行っちゃいますので、ぜひ皆さん来てください。よろしくお願いします。はい、はい、ということで行ってあげてください。ぜひよろしくお願いします。本日もありがとうございました。同じでいること
ルマガの登録はこちら、 YouTube チャンネルもよろしくね。